はい、皆さんこんにちは、アンダリングルミッシュです。今回プレイしていくゲームはトイストーリー 3DS の続きをプレイしていきたいと思います。前回はですね、このウッディがプレイマップで、街を襲ってくる敵兵をですね、撃退するというところまで、やったと思いますので、まあその続きですね、やっていきたいと思います。前回最後にプレイしたのが、まあそのレクチャー編みたいなところをね、プレイしたと思いますんで、今回はその続きに当たる部分ですかね。で、この今置いているこのおもちゃ、攻撃おもちゃですね、レベルを上げると貫通するような動きをしていたっぽいので、この直線に入ってきた時に敵を一網打尽できるように、この直線に置くことにしました。ちょっとそろそろレックスを投入した方が良さそうですね。お、ブロックだ。ブロックを置いて、どうしようかな。もう一個設置できるものなら設置したいですね。ここに設置しようかな。あら、これもしかしてピンチなんじゃない？なんとか水際で防いでくれたみたいですけど、非常にピンチですね。第2グループがスタートして、これ大丈夫かな。大きいブロックが来ないと強化できないから、かなり厳しそうな感じがするな。レックスを投入しましょう。ここで、どうしようかな、これ。おお、なんとかなんとかって感じだな。お、ボーナスブロックが出てきた。やった。このボーナスブロックは使いましょう。もうわ、しかもこれ跳ね返っていろんなところ飛んでいってくれるんだ。すげえ強え。ありがてえ。めっちゃ溜まるわ。しかもこれ、よしよし、なんかだいぶ強くなってきたぞ。で、第4グループまで来ましたね。この真ん中あたりで敵を一網打尽にする作戦ですね。
で、最後の頼みの綱としてここに配置しましょう。なんか盤石な感じがするんだけどな。これを突破してくるような強いおもちゃいるのかな。すごく順調ですね。どうしようかな。ロケットをこの辺りに設置しよう。いやー、待て。敵をやっぱ一網打尽にするっていう意味ではこの辺りだな。この辺りにこのピヨピヨを設置しましょう。このピヨピヨボールでピヨってるところを敵を一気に殲滅します。これ何をどこに置いたら一番いい、効率的かとかってそういうのをね、考えるのもすごくいいかもしれないですね。そしたら今度はロケットを強化しよう。なんか確か3本の矢になるみたいな書いてあった感じがしたんで。やばい、一人抜けてる。大丈夫か。よし、危なかった。レックスもちょっと配置を考えた方がいいかもしれないな。敵もだいぶ足が速くなってきてますね。ただ盤石な布陣にはなってきてるな。この辺りでビッグブロック欲しいな。まだもらえないか。うわー、今度また新しいやつ出てきてる。しかも超強そう。うわー、なんか突破されそうな感じがするな。レックスを投入しよう。ブロック集めが忙しい。突破されるな、これは。よし、なんとか防いだか。もう立てるところがなくなってきてるな。どこに立てようかな。お、ボーナスブロックが出てるって。やったー。今それどころじゃないな、そうなると。ちょっとこれだけもう急いで立てて、このボーナスブロックで、こいつを強化だ。連射してくれるっぽいな。
あれ、そんなに強くない？もしかして。レックス投入だ。なんかちょっと心配な感じですね。あと1グループでボスだってことは、この次にもう1体出てくるってことだな。なんか頑張ってくれてるけど、足が速いやつが止められないと心配だな。なんか抜けてるやつがいる。大丈夫か。仕留めた。よし、これでもう一個作っちゃいましょう。次だってボスでしょ。ボススタート。どんなやつなんだボス。お前かーいって感じですね。俺ボスってそんなに強いのこいつ一体って。あー、防御力が高いんだ。なるほどね。ってことは集中攻撃ができるところでちょうどあいつが出てくればいいってことだな。効かないんだ攻撃が。マジか。どうだ、倒せるのか。この量倒せなそうだな。マジか。倒せないか。おお、倒したー。敵全部倒しました。君の勝ちだ。ありがとうございます。これは嬉しいな本当に。時間は13分3秒かかって、倒した敵の数は161、見つけたブロックは1225で、使ったブロック1400ってことは、使わなかったブロックは結構あるんだな。へー、はい。というわけで、今回は、プレイマップの、まあ、敵をね、撃退するモードをプレイしてきました。また次回は違うプレイになるのかなと思うんですが、今回は一旦ここまでにしたいと思います。小さなお子さんとかでもね、すごく楽しんで、もちろん大人も楽しめる作りになっていそうなので、ぜひぜひ皆さんもプレイしてみていただければなと。というふうに思います。最後は、このシナリオの続きを見ながらお別れしたいと思います。また次回もよろしくお願いします。